お出かけするんですけど、今泊まってるコンドミニアムから出ます。すごいこう眺めもいいですけど、こんな感じで11階だから近くに川があって綺麗なんだよね。朝いつも行きましょう。ドアを開けます。ドアに書いてあるアルファベットは何を意味するのでしょうか。 次はエレベーターに乗ります。一つ気づいたことがありました。エレベーターもしてくれる？これはプッシュだ。OK。あ、そうだ。そうだ。はい、乗りましょう。じゃあここも押してもらおうか。一階がない。そう、一階がないんだよね。一階がなくて一階のことはなんだっけ？グラウンド。エレベーターがありました。やっとこっちね。ここは出口です。あ、Thank you very much。 優しかったね、みんなね。ちょっと出るのに失敗したらみんなが助けてくれました。押しながら引くんだね。そうだね。最後は信号機。いつも日本で見ている信号機とは少し違いました。信号違うね。青になったら人のマークがつくの。こんな感じになってる。で赤の時は、あ、そう、赤の時はそんなってる。本当？お出かけの時にも日本と違う部分を見つけ楽しみました。